Lanjut. Archon quest. Yosh, cepat dah. Ini cuma. Gak tahu ini bakal jadi part ke berapa, yang penting record dulu aja. おとなしく私な、俺たちが手荒な真似をする前にな。元素力を使ってメガリレーに抵抗するんなら、頭を冷やしてきた方がいいぜ。前にそうした奴が、どんな結末をたどったか知らないわけじゃないだろ。見逃してください。この神の目は手に入れたばかり。ちょうど神の目の押収現場に出くわしたぞ。放ってはおけないよな。ちょいちょい、待ちや。いや、よいみや。いや、しんや。あっちで、誰かオイラたちを呼んでる人がいるぞ。どしゃか。こっちこっち。はよこっち来。どうしたんだ。緊急事態なんだ。オイラたち今から。しー。見とけ。Angle-nya lu mantap sekali. Oi, nananda yo mae. Jibun ni kami no me ga nai kara tte, sou yatte yajuma mitai ni. Tte, are? Omae motteru no ka? Bandage shiteru. Shizuka ni shitoki. Uchira made mitsukatte mau yaro? Ayai ya. Wakarimashita. Kore de ii desu ka, Bushi-sama?それでいい。どうするんだよ。もう神の目を渡しちゃったぞ。お前のせいでタイミングを逃しちゃったじゃないか。よいみやさん、ありがとうございます。さっき僕にくれた偽物がなければ本当に押収されてるところでした。気にせんといて。あんたも結構ええ演技してたで。そうだったのか。そうとも知らずにオイラ、さっきよいみやさんにあんな態度を。ごめんなさい。ええんや。あんたらのさっきの反応、同じ立場におる人間やってのがようわかったわ。互いに理解するっちゅうのはめっちゃ重要なことや。あんたもそう思うやろ。あ、自己紹介がまだやったな。うちはよいみや。この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立ててんねん。よろしゅうな。よろしゅうに。花見坂でよいみやさんを知らない人はいませんよ。夏祭りの女王とはまさに彼女のこと。彼女とか。すごい人なんだな。オイラも花火が大好きだ。会えて嬉しいぞ。そんないなこと言われると照れるな、ハンシロー。それとうちに礼を言うよりも正勝先生に感謝しや。あん時うちの神の目も正勝先生の偽物を使うて守ったんや。もし奪われてたら商売上がったりやったで。はあ、正勝先生は本当にいい方なのに、どうして報われないのでしょう。正勝先生。ん、なんや、あんたらも正勝先生を知っとるんか。ほんまか。白鷺の姫君が手配したもんやったんやな。実はここ数日獄中に乗り込もうと企んどったところや。せやけどいきなり無謀に突っ走っても神里さんに迷惑かけるだけやと思うてな。うちもあんたらと一緒に行動させてくれへんか。もちろんいいぜ。あやかもオイラたちに長野原花火屋で助っ人に会ってほしいって言ってたんだ。どうやどうやら店で神の名の所有者をかくまう以外にもついに他の役割が回ってきたっちゅうことやな。正勝先生は町奉行所に閉じ込められとる。あそこの周りはもううちが偵察したで。よいみやは頼もしいな。
お前に会えてよかったぜ。せやろ準備ができたら出発するで。絶対に正勝先生を助けるで。助けるで。Keren, keren. Oh iya, ya, di sini gak ada yang. Oh, bukan quest story ya. Yatto haireta na. Omotteta ijou ni pukimi na tokoro da. Kokkara haitte seikai yatta na. Aitsura no chuui o hikazu ni sunda wa.死んでるわ。この木こんなとこに閉じ込められるんは怖いやろな。はよう正勝先生を救いに行くで。行くよ。手分けして行動するで。正勝先生を迎えるには少し準備がいるんや。おう、じゃあ気をつけて行けよ。絶対に捕まらないよ。おう、あんたらもな。冒険だ冒険。せえ、牽引全票。来るな。みんなは俺がま。せや。でっかい扉だ。開けるには。あのマガタマの形をしたものを集める必要があるみたいだな。バッカ封印厳禁。貫けよ。全力攻撃。夜の幻言。剣を入れよ。くれ。や。や。燃えろ。姿を見せよ、オズ。足りなかったか。みんながそばにいてくれれば。おとなしく捕まれ。断罪の名。燃えろ。敗北を期してか。この壁なんだかおかしいぞ。何か仕掛けがあるのかな。こいつらなんだか強化されてるみたいだ。その力の源はあそこの鎧と関係してるんじゃないか。くらえ。全力攻撃。牽引全票。よっ。はっ。せや。ほっ。へい。どけ。冒険みんなは俺が守れ。妖豆立ち去れ。救急に
来るな。影のカラスがユウヤを求めて。我が命を聞く。口の中しょっぱい。くらえ。みんながそばにいてく。呼吸苦しい。暴飲厳禁。救急如立寮。我が命を聞よくも。くらえ。答えなさい。よし出発だ。みんなは俺が守る。勝負。お嬢様の仰せのままに。正々堂々勝負せよ。燃えろ。拙者を恐れてるのか。へっ、冒険だぼ。くらえ。へっ、みんながそばにいて。おとなしく捕まれ。くっ、貫け。救急に寄り釣る。よし燃えろ。全力攻撃だ。くらえ。包囲厳禁。不敵な団長だな。
確かに。燃えろ！断罪の起死回生の一撃、俺の得意分野だから任せろ。燃えろ！姿を牽引全票せ！よし、みんなは俺が守る！先に引くぞ。冒険だ冒険。よし出発だ。冒険だ冒険。あへれ。あんな小賢しい真似で俺たちを騙せるとでも思った？東国だけで畜生、天領奉行の奴ら正勝先生に暴行しとる。早くどうにかして助け出さないと。おれ、うん、もう見てられん。正勝先生に何かあったらうちらがここに来た意味は？お前たち何をしている？サラドン九条サラ様。 Oh my god。 俺たちはただこいつの指導をしているだけです。あれ、あれ、あいつは誰だ？九条サラ、天領奉行九条家の養子で幕府軍の大将や。なんでこないな場所に？どけ、どんな状態か見せろ。死刑は将軍様から禁止されているはずだ。知らないわけではないだろう。存じております。もし自分たちのやったことに恥を感じていないのであれば、天領奉行の配下としてふさわしくない。申し訳ございません九条様。威厳のある人だな。あいつらの注意力が正勝先生からそれとる。おい、よいみや、焦って行動しなよ。あ、待て、そこに誰か。お前たち見に行け。はっ。来たぞ、早く隠れろ。悪い、うちのせいや。心配せんで、うちの失敗はうちが取り戻す。うわ、花火だ。あ、
あそこで何か爆発したぞ。まさか花見に行くぞ。はあ、花火って花火の使い道は祭りだけやないで当たり前や。こいつはうちの自信作なんやから。おい、よいみや。お前、監獄で花火大会でもやるつもりか？うちも職人やさかい。無意識のうちにちょっち派手にやりたくなってもったんや。もうあっちに誰もいないみたいだぞ。今のうちに。10分計り切り。よし、出発だ。冒険だ冒険。よいみや、よいみやか。まさかつ先生、待たせてもうたな。ちくしょう。早く行くぞ。もしゃだ。今回だけだ。重傷を負っている。連れて行って治療してやれ。だが治療が終わり次第、必ずもう一度捕まえる。次はそう簡単にいかんと思うで。さっさと行け。よし、出発だ。冒険だ冒険。Wah, gila, gila, gila. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Yatto, ano bukimi na basho. Yatto. Masakatsu sensei, heiki ka? Arukesou ka? Daijoubu da. Isha ni. Minna, uchi wa Masakatsu sensei o isha ni tsurete iku. Iwau no wa mata kondo ya. Wakatta kara hayaku ike.オイラたちに構わなくていいから。なんとかうまく救い出せたな。そうだな、あの九条さらってやつ、天領奉行にもいいやつがいるんだな。もちろんメガリレーを執行。よし、じゃあこのイースよし、出発だ。この場所、マーカス・ウタマ。なるほど、九条サラは君たちに手を出さなかったと。どうやら彼女も、彼女と接触を試み、より多くの情報を聞き出せないだろうか。それは難しいと思います。九条サラはメガリレーの執行者。彼女は将軍様の命令以外は従いま、正勝先生がメガリレーに直接脅威をもたらす存在ではないと判断し、しかし私たちの身分があらわになった場合。ごもっとも。しかし正勝先生を救い出せた今、俺だ。今回は宵宮と旅人のおかげだ。勝利にまた一歩近づけたってわ。君は俺が思っている以上に
頼りになる人みたいだな。そうでもないぜ。確かに旅人さんの助けがなければ今回の救出はこんなにうまく。しかしメガリレーに抵抗するにはこれだけではまだまだ足り、今後の計画を準備する必要がございます。そんなに心配しなくても大丈夫さ、お嬢。少なくとも今は全ていい方向に向かっている。監獄から正勝先生を無事救出し、そういえば天領奉行が近頃祝典の準備をしていると聞いた。それで町にいるメガリレーの武士が減ったのは確かだ。今は一時儀式。どうして天領奉行がそのようなことを。俺にもわからないが、俺たちとは関係ないことだろう。とにかく彼らが。そうですね、確かに一理あります。ずっと気を張っていても疲れがたまるだけでしょう。少々休息を取った方がいいかもしれません。トーマ、何か提案はございますか。ちょうど祝賀会を行おうと思ってたところだ。みんなで一緒に鍋でも。実は最近新しい鍋遊びを知ってね、とっても面白いんだ。鍋遊び？なんだそれ。簡単に言えば各自それぞれ違う材料を用意し一緒に鍋に入れる。目を閉じて鍋から食材をすくい出し食べながら誰の食材かを当てるんだ。正解した場合同じ作業をもう一回繰り返す。最終的に得点が一番高かった人が鍋の。面白そうだろ。もう待ちきれない。実はすでに自分の分の。どんだけ遊びたいんだよ。仕方ないな旅人。どれどれ、新鮮な魚肉、エビの、うわん、鍋にぴったりな食材だな。まさか普通の食材を入れたのが旅人だけだったなんて。お前たち食べ物を無駄にするんじゃない。今までで一番恐ろしい鍋だったぞ。おかしな食材は全部トーマが食べてくれたけど。そう、得点が一番高いのは俺だ。トーマが変なものをたくさん入れたせいで出汁が変な味になってしまったではありませんか。旅人さんが入れた普通の食材もおかしな味になっていて何度か正解を外してしまいました。でも彩香は鍋にケーキを入れてたよな。旅人が食べてたぞ。かっこいい姫だ。鍋ケーキ、もう想像するだけでもう。ごめんなさい、もっと美味しくなると思いまして。トロンロンアヤロン、ヘイシェリル。ダメだ、少し休ませてくれ。生き返った。生き返った。トーマ、別にあんなに頑張らなくてもよかったんだぞ。わざといくつか間違えれば彩香や旅人の番になってたのに。最近運があまり良くないと感じてね。だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。まあもう悪い運気は全てこの遊びで使い切ったことを今ここに宣言しよう。本日の鍋遊びはこれにて閉幕。優勝者はこの俺だ。おお。遊びも終わり、仕事も一段落ついた。はい、トーマの言う通り天領奉行が本当に何か準備。休んでいる間に私も少々行いたいことがございます。じゃあ各自休んでくれ。何日か後に木漏れ茶屋に集合して次の計画を相談しよう。めったにない休暇だ、大事に使うんだぞ。俺もそろそろ支度をして次の鍋遊びの食材を用意してくると。またやる気かよ。3体バイモン、3体。1回だけじゃ物足りないだろ。じゃあみんなまた。おう、またな。旅人、しばらく木漏れ茶屋には来なくていいみたいだから他の場所に行ってみようぜ。
Oh, shit.